選べる2タイプ、ニットカーディガン、はい、今が C の5077、 C の5077 でございます。はい、はい、こちらはですね、ボタン、私が履いてるのがボタンタイプで、グーちゃんが着てるのがガウンタイプかな、はい、2タイプございます。はい、でそれぞれお色味が5色展開になっておりまして、グーちゃんが着てるのがモカブラウン、はい、はい、モカブラウンですね。で続いて手に持ってるのがベージュ、はい、続いてモーブピンク、はい、はい、続いてブラック、はい、はい、で私が着ているのがアイボリーでございます。はい、の5色展開でございます。ね、お値段いきます。じゃじゃん、1600円、イエーイ。はい、でこちら10月28日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。イエーイ。ではぐーちゃんにポイントお願いします。はい、これなんですけど、うん、結構ざっくりしてるんですね、このニットのところが。うん、なんですけど、何ですか、肌が見えない、細かいです。ざっくりしてるのに細かいっていうので、すごい温かみがあって、うん、薄手なんですけど温かくて軽いです。はい、で私が着ているこのガウンタイプはこの紐を外せて、うん、後ろでくくっていただいたり、もう外して着ていただくことも可能です。なので、うん、着回しもしやすいかなと思います。うん、はい、で私のやつはちょっと丈がね長いかなと思うんですけど、みーちゃんが着ているこっちの方はそんなにめちゃくちゃ長くはないと思います。うんうん、私のやつの方が長いと思います、ここが。うんうん、なので体型隠しもできやすいかなって思います。うん、はい、感じですかね。はい、もうとにかく皆さんもお気づきの通り、お値段が安いです。はい、1600円、はい、1600円ですよ、この分厚みで。うん、めちゃくちゃお得やと思います。うん、うん、お得なアイテムで、ほんと2点買って3200円でしょ。はい、なので2タイプ買っても1着ぐらいのお値段なので、確かに、うん、めっちゃおすすめです。はい、はい、あ、ボタンタイプは留めてトップスとしても着れるかな、着れると思います。ちょっとここざっくりは開くから、中インナーを着ていただきたいんですけど、うん、大きめのボタンがめっちゃ可愛いです。うん、こんな感じでトップス使いするのも可愛いと思います。うん、可愛い、うんうん、よいしょ。安すぎて超えれたでしょ。安いんです。みーちゃん、ボタンをつけた方がいい、外した方がいい、どっちでもいいと思うけど、うんうん、ボタンつけて着るやったら抜き襟した方が可愛いと思う、長さ的に。確かに、うんうん、な気がします。はい、ぐーちゃんのガウン紐外したのみたいです。はい、外しますね。外してきてもらいます。ピンク気になる、ピンク可愛いですよ。なんかちょっと青みがかってるピンクな気がするから、いーちゃんが似合うピンクやなってちょっと素人目ですけど思いました。外してきました。紐を全部外してきました。うん、紐もそんなベルトループが同系色やから目立たないですよ。そうですね、はい、うん、ボタン部分もアップで見たいです。ボタン部分こんな感じです。ボタンがね、大きいんです。分かるかな、結構ね、大きめです。可愛いです、ポイントになって。はい、みーちゃんのスカートはさっきご紹介していたマーメイドスカートなので、がっつり紹介してるので、はい、よかったら IGTV 見返してみてください。はい、低身長です。ガウンタイプの下はどう合わせたらいいですか？でもデニム合わせでもいけるよね、うん、多分絶対いけると思います。うん、いけると思う。はい、後で交換してみます。そうですね、はい、ベルトループあるなら後ろで結ぶのもありですか？うん、後ろで結ぶのもありだと思います。うん、後ろで結んでみましょうか。お願いします。お二人は何色がおすすめですか？全部可愛いけど、でも私今着てる色が好きかもしれない。かわいい。でも2色買うなら、これの色表記何やったっけ、アイボリー、アイボリーか、アイボリーとベージュの2色がかわいい。ベーシックでめっちゃ使いやすそうと思いました。よいしょ、みーちゃん白のガウン着てみてほしいです。白のガウン OK です。アイボリーかな、着てきます。後ろで結んでいきました。うん、ちょっと垂れてしまうけど、うん、こんな感じでいいっす。結構紐も分厚くてしっかりしてるので、全然前で留めていただくときも緩くなってこないと思います。うん、
以前に出ていたカーディガンと重さは全然違いますか？私ね、去年レタスで買ってるんですね、ガウンの。でもそれより軽いと思います。全然軽いです。ちょっとその品番ちょっと忘れてしまったんですけど、それよりは軽いなって私は思いました。私が履いているパンツですか？少々お待ちくださいね。これが M の2753 です。 M の2753 です。はい、そうです、レタスですよ。ピンクのカーディガンですね。少々お待ちください。 M の2757 です。はい、すいません、2753、うん、すいません、2753です。2753です。生地はもっちりですか？チクチクしませんか？もっちりの方だと思うんですけど、うん、でもやっぱりこういう、なんていうカーディガンっていうのはこう中にこういうインナーを着てもらってから羽織るものなので、うん、羽織ったり着ていただくものなので、うん、そんなになんていうの気にはならないかなと思います、うん、はい、可愛、うん、いのにめちゃくちゃ安い、うん、本当に。で、私もガウンタイプ着てきました、はい、タイムリーの。私はピンク着てきますね。うん、じゃあピンクのボタン付きにしようかな。はい、着てきてもらいます。みーちゃん、ぐーちゃん、どっちのタイプがおすすめか知りたい。私は、使うのは多分ボタン付きの方。お私物では多分よく使えそうな予感がしてます。でも、コーデセットのやつ持ってるしな、悩んでます。でもアイボリーの色がめっちゃ好きです。ガウンタイプはお尻隠れるからいいな。ですよね、お尻隠れてますもん、私今全部。どっちかな、どっちも、どっちも可愛いけど、どっちのタイプ買っても何倍やったっけ、3200円って考えたら、どっちも色違いで買うのもありな気はします。うん、可愛い、ピンクにしてきました。女の子っていう感じでしたね。確かに、私っぽくないでも、うん、イーちゃん絶対似合いそうですね。ね、イーちゃんが似合うピンクの気はする。うん、うん、はい、こんな感じで2人とも、カーデもガンも着てます。はい、はい。グーちゃんのパンツのサイズ教えてください。いいですかね、少々お待ちくださいね。うん、XS ちゃうかな。 XS ですね、うん、M2753 の XS です。はい、はい。ピンクかわいいな。でしょ、ピンクかわいいです。この後ろも前もかわいいです。このデザインが、ね、ピンクやね、結構ね、足目で後ろと前でデザインが違うんです。かわいいです。ボタンタイプでもそんなに短くなくて着れそうですね。うんうんうん、うん、確かに。なんかちょっと肩を私今ずらしてるんですけど、肩をこうずらすとお尻隠れます。うんうんうん、ちゃんとこう前でこう着るとお尻出るかなって感じです。はい、はい、です。じゃあ私ちょっとカラーもの何か違うの着てくるかな。はい、はい、着替えてきます。はい、すいませんね。ピンクのボタンにするかガウンにするか悩む。ピンクボタンもガウンも両方可愛いですもんね。でもガウン、私やったらガウンが好きかもしれない。なんかガウンの方が前でくくったり外しても着れるし、後ろでくくれるし、結構着回しは効くかなと思うので、私がガウンが好きかな。ピンクはくすみ系ですか？くすんでるんかな。くすみ系っていうよりは何やろ、暖かいピンクって感じです。くすんではないとは思うんですけど、白みが入って感じです。ちょっとミルク、いちごって感じ、いちごミルクって感じです。グーちゃんインナーなんですか？これも先ほどいただいたんですけど、 C の27、 ごめんなさい忘れた、ごめんなさいね。 C の2717 です。 C の2717 です。グーちゃん、レタスのスカートウエスト緩くないですか？でも全然ものによります。全然緩くないやつもいっぱいあるんで、ものによるとは思うんですけど、やっぱりゴムはついてる方がいいかなとは私は思います。グーちゃん、2枚買うなら何色と何色買いますか？私やったら黒とアイボリー、アイボリーなのかな、
ベージュ、あ、ごめんなさい、ベージュです。黒とベージュ、ベージュが合うかな、自分のカラー的には。うん、はい、よし、お待たせしました。黒のカーテを締めてきてみました。うんうんうん、かわいい。ちょっと水飲んでいいですか？かわいいか。ぐーちゃん、ガウンタイプの黒みたいです。私ちょっとパッと脱ぎますね、これ。パッと脱いで、パッと着ますね。これと、よいしょ、黒ですね。みーちゃんと被ってしまうかもしれないですけど、これです。ガウンの黒だったらこんな感じです。こんな感じですかね。うん、こんな感じです。こんな感じかな、黒だったら。ちょっとかぶるんでやっぱり脱ぎますね。で、いいよ、いいですか？いいですか？ちょっとかぶりですけど、はい、こんな感じで空張り違うくってもタイプが違うと。そうですね、これだけ違います。はい、はい、です。うん、うん、そう、乾燥してますよね、めっちゃ。私めっちゃ喉乾く。めっちゃ喉乾く。